はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、今回はですね、久しぶりにね、あの今ね、上飛んでますね、カモメ、鳥ですね、鳥のねことについてちょっとやっていきたいと思うんですけどもね。はい、まああの鳥といえばね、まあめんどくさい、このね作物をね食い荒らす、まあ、めんどくさい存在なんですけども、まあ一方ではね、共存という形でね、まあしばき上げればですね、このようにねチキンスティックに、ねなってくれて食料になるという存在なんですけどもね。あのカモメをですね、今回は、まあ、タイトルにもある通りですね、これですね、この花火を使ってねちょっとしばいてみたいと思います。はい、というわけでね、今ね展望台の上に来ました。以前ですね、この弓矢をね使って、まあ、鳥をね撃ち落とすという動画、それからね、これ槍ですね、槍で飛んでる鳥をねこう叩き落とすというね、動画を上げたんですけども、じゃ花火はどうなのかということでね、ちょっと今回これやってみたいんですね。ただですね、花火の挙動はねちょっと難しいので、うまくいくかどうか分かんないですけどね、どうでしょうね。とりあえずじゃあこの飛んでる旋回してる状態の鳥を狙ってみますか。タイミングがね難しいですけどね。あー、うまく当たらないですね。まあ、花火はねコストが若干高いので、どうかなって、あんまりねこう無駄遣いできないんですけどもね。あー、惜しいな。もうちょっとこっちの辺ですね。来た。で、この辺かな。あー、惜しいですね。飛んできて。ちょっと遅い。さあ、うまくいかないとね、この動画ボツになってしまうんでね。ちょっと待ってよ。よく観察して、飛んできて、ここだ。今のも当たったと思ったけどな。結構判定がシビアですね。さあ、花火のね正しい使い方とはちょっと違うんですけどもね。ちょっともう暗くなっちゃった。よし、一旦寝ますか。はい、朝になりました。ちょっとね、今ねあのね鳥が飛んでる旋回してる軌道がね、若干の展望台から狙いにくいので、作戦変更でですね、ここのね野菜畑に来たところをね狙いたいと思います。まあ一応試しにね、こっからも撃ってみますか。まあこれ遠いんでね、これめちゃくちゃ難しいですね、こっから狙うのは。これは無理だな。よし、じゃあね、この野菜畑にね降りてくるの待ちますか。さあ、そろそろ来たかな。おれ、よし、このねもうこん中行きますか。来た。これどうだ、これ。おお、来た。当たり判定ありましたね。おお、仕留めた、花火で。はい、やはりね当たり判定ありますね。ただですね、花火の場合はこの爆発性粉末っていうね、フグをね倒して手に入る爆発性粘液をヨーコロでね溶かして作るものなんですけども、まあこれがあるので、まあコストがね高いですよね、花火はね。なので、まあ普段ね、あの鳥を退治するために使うのはちょっとまあもったいないっちゃもったいないですよね。普段だったらまあこの矢が一番いいんじゃないかなと思うんですけどね。で、まあこの畑にいる状態だったらね、こう槍でね突くのも一番安上がりですけどね。
はい、ただね、とにかく今のことで花火がですね、鳥に対して当たり判定があるということが分かりましたね。よし、もう一回だけね、ちょっと上からね、試してみましょうか。さあ、来た。ここで当てたいですね。よし、ちょっと動きをね、よく見て、一番近いとこですね。この回ってきて、ここか。惜しい。これはあれなんですかね、ピューって飛んでる時に判定があるのか、バーンって爆発した時なのか、どっちなんですかね。多分なんですけど、ピューと飛んで、例えばここに打ちますけど、うん、何かに当たると破裂する感じですよね。ちょっとこの花火ではね、あれですじゃね、ホークアイになれなかったですね。花火でね、100発100中になればね、もうホークアイ、カリパイとかってね、名乗れるんですけどもね、これちょっと難しいですね。いやー、今のまた当たってないか。うん、ちょっと厳しいな。よし、ここで迎え撃つ。こうね、上に上がってくるときに、来た。おっ、当たったんじゃない今の。うん、うん、ちょっと待ってくださいよ。今のは当たったんじゃない？きたー、仕留めたー。やりましたねー。うん、飛んでるところ見事に撃ち落とした。はい、やりました、大成功です。いやー、花火でね、見事に撃ち落とすことができましたね。ちょっとあの旋回してるときは難しいですね。かなり難しいですね。はい。っていうわけで、今回ですね、試してみたね、この花火で、鳥をね、撃ち落とす、カモメを撃ち落とすということなんですけども、一応ね、花火にはね、鳥の当たり判定がちゃんとあるということで、見事ね、鳥を、一つ目はここでしたよね。ここでドカーンと倒して、二つ目はね、まあ、なんかまた来たね。はいはいはい。まあね、こ上からね、ヒューっと降りてきてね、ここの中に入る途中のやつをドカーンと、撃ち落とすことができました。まあね、あの繰り返しになりますがね、花火はちょっとコストが高いんでね、資材にゆとりになる人はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。はい。というわけでね、今回は、このね、花火で鳥をね、撃ち落としてみるという実験でした。じゃあね、また次の動画で。お会いしましょう。